BT-2 はソ連で開発された快速戦車である。本社はアメリカのクリスティ M1930 戦車をベースにした BT シリーズ初の量産型である。その優れた機動性を生かし、機兵部隊の支援や長距離進行を目的に開発された。クリスティ戦車は厳しい路外走行試験中に尖った形状の車体前端部を損傷したため、そこを 厚さ4 0ト、mm、ルの小さな台形の装甲板に変更し、強化、新型の砲塔を搭載するなどの改良が施されている。主武装である3 7ト、mm、ル砲は、元はドイツが開発してソ連国内で実験を行い、後に3 7トルパック36として採用された対戦車砲であった。これは M1930 と命名され、 ソ連軍でも採用され、戦車砲向きに回収され、BE-3 と呼ばれた。ドイツ軍のスリー号戦車の初期型に搭載された砲と、基本的に同じものであるが、BT-2 の場合、砲手が片付けして、人力旋回、不行させる簡易な砲がとなっていた。当初、武装がこの戦車砲のみで、外棒立てのないタイプが60両のみ作られたが、 後にその右側に 7.62mmDT 機関銃のボールマウント式銃化を追加したタイプが120両作られた。しかし新型の 20K45mm 戦車砲への移行のために 37mm 戦車砲の生産が打ち切られてしまい、これを搭載できたのは前述の K180 両に過ぎなかった。 45mm 砲への換装も考えられたが、BT-2 の砲塔では狭いこともあり、1933年夏に、少数が改造されたに止まったとする資料もある。BT-2 機銃搭載型やむを得ず、残りの車両は代わりに DA、DA-2 連装機関銃を搭載、こちらの方が440両と生産数が多かった。しかしこれにより、同時使用ができないのに、 連想重化とボールマウント重化が並んで装備されるという実用上無意味な配置となったため校舎は撤去されている。なお古い資料では、砲搭載型と機銃搭載型は目的別に生産され、機銃型の方が先に生産終了し、砲搭載型の方が生産数が多いという認識であったが、新たな資料が見つかり、改められた。同じく機銃搭載型が、 BT-1 と呼ばれたとされていたが、これも誤りで、実際は輸入されたクリスティ戦車を指す名称である。このタイプでは63発入りのパンマガジンが43個、7.62mm 銃弾2709発が搭載されていた。エンジンは、オリジナルのクリスティと同じ部位型12気筒リバティエル -12 を輸入、最初の100両に暫定的に使っている。 しかし、1932年の軍事パレードに参加した重量のうち、途中で2両が故障して回収車に撤去されるというハプニングが発生。これが問題となった。新たにディーゼルエンジンである D-300 を搭載することも、原型のクリスティ戦車同様、離体を外し後部の起動輪と最後部の設置天輪を接続、ステアリングを装着し、 最前部の設置天輪で方向転換し、送輪走行が可能となる方式であったが、BT-2 として国産されるにあたり、動力の伝達方式は、チェーン連結式からギア連結式に変更されている。この場合、駆動するのは二輪のみであり、路外性能は高くはない。クリスティ戦車では、天輪が、敬語金星をプレス加工したディスク型であったが、BT-2 では、 中高性のスポーク型に変更された。後に、スチール製で、プレス加工のディスク型天輪装備の型も作られ、設計局内では BT-3 とも呼ばれたが、マイナーチェンジに過ぎないため正式名称にはならなかった。車体後部の排気管は、クリスティ同様に、車体後部に丸い穴が開いただけのものや、そこに箱型マフラーを追加したものだった。これは後に、 BT-5 同様の大型の円筒形マフラーに変更された。しかしこれはガソリンを詰めた瓶をぶつけられると、高熱により炎上して撃破されることが判明し、その対策としてエンジングリルから伸びる単純な長い筒型排気管に回収されたものもある。エンジングリルの排気口は2枚の板が斜めに傾く単純なもので、当初クリスティ戦車同様に剥き出しであったが、 まもなく異物混入防止用の金網製カバーが装着された。これらは基本的に T-34 まで同じような構造であった。BT- には1931年5月23日、試作者の完成を待たずしてそ、連邦革命軍事会議にて採用が決定された。試作者は非武装の状態で10月に完成、翌月7日に、 モスクワの軍事パレードで一般公開された。生産はウクライナ共和国のハリコフ機関車工場で行われた。1932年に軍への引き渡しが開始され機械化旅団に配備された。これは T-26 や T-27 といった数種類の戦車や自走砲で編成されており、BT-2 は1個、だいたい32両が含まれていた。 BT- には、下方の搭載が予定通りにいかなかったせいもあり、BT-5 より実戦投入が遅くなった。対フィンランド戦である冬戦争がウ人となったが、雪原や凍りついて滑りやすい路面では、機動性を発揮できず、走行が弱いこともあり活躍できなかった。後に1939年のポーランド侵攻に参加。 1940年中に退役する予定であったが、1941年のバルバロッサ作戦開始時にはまだ549両が配備されており、ドイツ軍を迎え撃ったが、旧式化していたこともあり、他の BT シリーズと共に多数が失われた。なお、ホイカのレニングラードにおいて、双方搭載型の T-26 系戦車の戦闘出場面を完走し、 本社の 37mm 砲塔を搭載できるようにした現地改造型が複数作られている。また、T-38 用の銃塔に変更し、木製の仮橋を搭載したものが3両製作され、これは冬戦争のカレリア峡国で実戦投入された。前述のレニングラードでの改造車両とは逆に、BT-2 に総砲塔を搭載する BT-4 が計画された。 これは、試験的に20両が作られたに止まっている。ワールドオブタンクス、ソ連系戦車として登場。旧資料、グランドパワーナンバー013、新資料、グランドパワーナンバーワン0 1グランドパワーナンバー013。ありがとうございます。